皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、自分が弱いことを知っている人ほど強いということについてお伝えしていきたいと思います。男性女性という点から言うとですね、男性って弱音を吐くということができない文化がもともとあって、会社の中とかでもね、なかなか弱めとか言えなかったりとか、まああと彼女の前でもね、かっこつけたいとかって思うと、なかなか弱音を吐くことができないケースが多いですよね。でまあ女性の場合はね、結構何でしょうか、女友達に相談したりとか、まあ、いろいろそういう意味ではね、弱音を吐く場っていうのが結構あったりするケースはあるかもしれませんね。で私自身の感覚で言うと、自分は、まあ、メンタルは割と強い方だというふうに自覚はあります。あるんですけれども、だからといってそれが全て強いっていうことではなくてですね、私自身はこういうところが弱いっていうのを自分で分かっているし、それを人に語り伝えることもできる状態ではあるんですね。だから弱いことを知っているから強くなれるっていう、そんな感じです。弱いっていうことも認める、受け入れるっていう、自分の一つとして受け入れることができているから強くあれるっていう感じですね。これね、虚勢を張っちゃうとポキッと折れてしまうんですよ。弱いことも持ち合わせてるし、強い状態も持ってるっていう、このバランス感覚をしっかり持ってるっていうのが割と大事かなというふうにね、思っています。なので自分が強い面だけを見てしまっていると、弱い面を嫌悪したり目を背けたりとかすると思うんですが、弱い自分も強い自分も全部自分の中の一個っていう観点で理解ができるようになると、随分ね、雰囲気が変わってくるんじゃないのかなっていうふうに思っています。ですから自分の弱さもちゃんと受け入れて、自分の強いところもちゃんと理解をして、両方抱き合わせをして自分なんだっていうことで進めていかれるのがいいと思うので、ことさらに弱い面を隠そうとするのは、まあ、隠さなくていいんじゃないのかなっていうふうに思っています。だから当然頼るべき人もいてもいいと思いますし、まあ、信頼できるね、友人なのかビジネスパートナーなのか、その誰をその人にするのかっていうのは別としてですよ、その生き方をしていくのが多分楽に生きていける、はい。そして心もやられないです。メンタル的にもね、強くいられるっていうのは弱さを知っているからなんじゃないかなっていうふうに思っていますので、心折れる前に自分を丸ごと受け入れるっていうことをしていただいてみてもいいんじゃないのかなと思います。それでは。